はい、ファスティングマイスターのカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたに健康に関するヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日もですね、牛乳シリーズ続きます。はい、前回前々回とですね、まずなぜ牛乳が健康に悪いのかというお話をさせていただいています。はい、今日はですね、牛乳はあなたを酸化させる理由というお話をですね、させていただければと思います。はい、説明しながら書いてしまうと結構ですね、こうバタバタしてしまうので、今回はですね、あらかじめちょっと書いて準備をしました。はい、まあ、前回前々回とですね、そもそも牛乳はなんで悪いのかっていうお話をさせていただいて、まあ、今日はまた少し枝分かれのお話になるんですけども、はい、まあ、こういった理由でですね、牛乳っていうのは良くないんですよっていうお話ですね。なので、まあ、牛乳がですね、こう大好きなあなたはですね、見ていただかない方がいいと思います。牛乳についてですね、こう疑問を持っていて、やっぱり牛乳ってこうなんだっていうふうにですね、落とし込みたいあなたはですね、ぜひ見ていただければと思います。はい、で、まあ、じゃあなんで牛乳は体を酸化させてしまうのかっていうところなんですけども、牛乳っていうのはですね、まあ、市場に出回らせるために熱殺菌をするわけですね。まあ、これは法律で決まっているので、やっぱりやるしかないっていうところなんですけども、熱殺菌をするやり方っていうことがすごく問題でですね、はい、まあ、低温殺菌っていうことをですね、していけばまだいいんですけども、まあビジネス上というか、はい、システム上ですね、そんな手間かけてらんないわけですよ。なので、まあ、ほぼ全ての牛乳が超高温瞬間殺菌法という方法を使っているわけですね。はい、まあ、温度で言うと120度から150度で1秒から3秒っていうところで、まあ、急激にバーッとこう熱を加えて殺菌するっていうような方法をとっているんです。そうすると何が起こるかっていうと、まあ、自然のこう温度じゃないわけじゃないですか。はい、自然の温度じゃないわけで、この乳脂肪っていうのがですね、過酸化脂質というものになります。はい、まあ、酸化したものに物質に変わるわけですね。で、そういったものを、まあ、乳脂肪が過酸化脂質に変わったものを飲むことによって、まあ、体がやっぱり酸化していきますよね。で、酸化していくと、まあ、酸化っていうともうなんとなくイメージつくと思うんですけど、体が錆びつくというふうに言われたりしていますし、まあ、老化のこう同じような意味合いで使われたりしますけども、まあ、簡単に言うとというか、一番分かりやすいのは、まあ、動脈硬化のリスクが高まるというふうに言われていますね。はい、まあ、体が錆びつく、まあ、なのでいいことではないというふうにっていうことは理解できると思うんです。はい、なので超高温瞬間殺菌をすることによって、乳脂肪が過酸化脂質に変わって、それによって体が酸化していくんですよということをですね、理解していただくといいのかなというふうに考えています。なので、まあ殺菌をしていないですね、新鮮な牛乳が飲めるっていう環境はなかなかないと思いますし、そもそも、まあ、牛乳っていうのは、まあ、前回前々回でもお話ししたようにマグネシウムとカルシウムの問題だったりとか乳糖の問題っていうところがありますので、なのでやっぱりこう嗜好品として取っていただく程度に留めておいた方がいいのかなというようなところが私のこう考えとか価値観になります。はい、といったところですね、今日はなぜ牛乳が体を酸化させるのかというお話をさせていただきました。もしですね、ご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ぜひご質問ください。またですね、次回以降も牛乳についてもう少しお話ししていきたいと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、では本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。